中野さん、なんか私的にはやりやすいっていうか、いい感じの凝り方です。ありますね。なんか手にフィットする感じとか ありますよ、人によって、うん、やりづらい人、やりやすい人いますね、うん。やりづらい人ってどんな感じなんですか？なんかめちゃめちゃ痛がる人とか、なんかパンパンででかいとか、なんかやっぱありますよね、そのなんか神経が細かい人とか、なんかわかんないですけど、すぐ力入っちゃう人とかをやりづらかったりありますね。中野さんはうまい感じに力抜いてくれてますし、はい。めっちゃリラックス、めっちゃリラックスされちゃう。よかったです。すごい、だって、なんか予約がすごいじゃないですか。はい、そうですね。たくさん、ね、管理しきれないので、うん、なのでもうちょっと制限してますね。予約申請をできないっていう風にもうすぐなっちゃうんで、予約が殺到するのがすごいわかります、はい、ありがとうございます。だいたい来た方がリピートされているので、それでまあもうあんまり人数取れないんですよね。たくさんは時間的にもあんまりないので、少人数で回って終わりっていう感じですね。まあ、だから新規の方が結構入りにくいんですよね。背中の硬さが結構強いですね。めっちゃ思いっきり寝ちゃってます。すごい、なんか気持ちよすぎて。でもいいお母さんでよかったですね。親子さんが止めてくれて。お父さんに言ったみたいで、うんうんうん、でそれで、うん、まあ
辞めさせられたという感じです。でも私それ言った覚え全くないんですよ。あ、無意識に。まあでも妹のなんかあの本当に焦ってる感じからしてもここに言ったやろなって感じで、全く記憶にないんですよね。あ、伸びてますね。家族が救ってくれたんですね。良かったですね。本当にまあなんか、あんまりあのままやったら、ちょっとどうなってたんやろうかっていうのはすごいありますね。危ない。割と本当になんか、どんよりしてたっていうか、正直そんなん言うと覚えもないけれども、でも、なんかかなりもう行きたくないっていうのがすごいあった。ですよね。どのぐらい働いてたんですか？大体まあ2年、言うてもあの高校卒業して2、3年ぐらい。でもそれで2、3年 やれたのすごいですね。それってまあでもなんかその時、遊びたい盛りの2、3年を無駄にしちゃったみたいな感じがすごいして、なんかなのでなんか仲間やっぱり私も夜勤になってたのか知らないんですけど、なんかもうなんで辞めさせようとすんのみたいな感じで親に結構歯向かっていて、そんななんか今辞めてしまったらその無駄になる努力が無駄になるって感じ、なのでなんか、めっちゃ例え悪いんですけれども、なんかパチンコ屋でなんか今やめたなんか、ああそうですね、つけ込んでるんだからもっともっと行くみたいな、わかるわかる、まあ、それに似た感じなんだ。そんなに似た感じ、そんな感じなんかなんか、ね、でもちょっと今やったらもう例えはなんかわかる気がしますね。こういうなんかパチなんかこういうの例えもあるどうだろうかって感じなんですけど、でもまさにそんな感じ。なんかこれだけやったんだからきっともっとその成果が出るはずっていう風に思ってらしたんですね。いやまさになんていうかまあこういうので。他にもなんかこういうので例えるのもなんかちょっとどうなんかって感じなんですけど、今までその好きな子にめっちゃつぎ込んでお金とかプレゼントがいっぱいやって、それで振られてしまったら今までこんなになんかプレゼントあげたのにみたいな、まあなんかそれと似たような感じを、なるほどなるほど、そうですよね。それではいさようならはいいですよとは言えないっていう感じですよね。わかる。まあ、なのでちょっとそれをまあ取り返すためにまあなんかブラック企業で働いている人を元気にさせる活動をしようみたいな、そこから始まったっていう感じで、なるほど、まあ、でも疲れが癒す、なのでこういうマッサージとかが一番すごい癒されます。何よりもよかったです。
この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。じゃあまた See you See you again See you again